ターゲットは裁判官、教唆の指示も判明。捜査当局は松本サリン事件の全容を解明。朝原容疑者、明日4度目の逮捕です。寸断された道路、孤立した住民、凄まじい爪痕を残した集中豪雨で今なお5000世帯に避難勧告が出ています。上中越地方に出されていた大雨警報は今朝注意報に変わりましたが、大きな災害の爪痕が残っています。柏崎刈羽原発5号機はタービンからの油が漏れて手動で停止されました。スーパーガイ、ご覧のスポンサーがお送りします。こんばんは。こんばんは。